でさ、言ってやったんだよ、出てますよって何の話？子供には難しい話な。まあな。子供子供ってバカにしないでよ。だってなあいいよ、父さんからの指令教えない。そこが子供だってんだよ。だって子供だもん。わかったよ、ウォルス。だからさ、なんかね、出てんの、こうピロってわかんない、もういいよ。で、長官の指令は？前回の作戦、覚えてる？衛星基地の爆破。そう、で、あの時爆破した基地にね、帝国の研究施設があって。研究？何の？新兵器の開発らしいってことしか分かってない。じゃあ俺たち新兵器も壊しちゃったってわけか。昇級もんだね。壊してればね。ちゃんと指示通りに爆破したぜ。あのさ、まさか言及ってことはないよな。施設のことが分かったのは昨日だって言ってたから、査定には響かないと思うよ。で、結局その兵器は？それがね、いよいよ基地が壊滅ってところで、研究員が帝国の全研究施設にデータを転送しちゃったみたいで。てことは、あちこちに新兵器。俺たちのせいじゃねえよな。さあ、まあ未完成の研究データだったから、実戦配備にはまだ時間がかかると思うけど。あのさ、今回の任務ってひょっとして？そう、新兵器が実戦に投入される前に叩くってわけね。いや、だってさ、帝国の研究所っていくつあるんだよ。157の中の5つが僕たちの担当。あのさ、ちょっと楽しいだろ。まあね3人で5箇所か。結構厳しい指令を出すな。研究に比べればいくらかマシでしょまあそんな感じ。結構は今から。調子はどう？え？ああ、忘れてた。ハロー。ハローじゃねえよ。おはようござにます。ござにますって。ニーゴ、まだ治んないのか？わざと治してないの。可愛いでしょ？どこら辺が？可愛いじゃん。ハニーって言わせると、ハニーニーって言うんだよ。ちっちゃいに。なんだよ、ちっちゃいにって。ボス、ハニーって言ってごらん。ハニーに。ははねえじゃねえよ、ったく。もういいよ。で、最初のターゲットはどこだって？ SH5 の工業地区。ミリオンクレイドルってやつか。のっけからとんでもねえとこだな。これくらいで驚かれたんじゃ、この先のスケジュールは言えないね。ありがたい。
部。こんなこともあるかと思って。ポス、データ参照して。了解。に帝国のデータベース入れといたんだ。へえ。データ照合完了。ガニ島データはありません。だってよ。嫌なこと考えちゃったんだけどさ、これってもしかしてあれじゃ。もしかしなくても最悪だな。次は SJ21 の海上研究所。海？海？海？いいか、海ってのはな、戦闘機で行く場所じゃねえんだよ。まあ広い砂浜でさ、こう可愛いことあんなことしたり、こんなことしたり。帰っちゃおうかな。ウォルス、早く来いよ。おお、ああ、今行くよ。無線切ったんじゃねえのかよ。
ス、さっきの戦闘データお願い。転送しました。向こうの開発状況とかわかるか？これだけじゃよくわからないけど、1体目と比較した場合の戦力はかなり上だね。レスポンスもいいし、機動性もかなり高いよ。でもさ、戦ってて思ったんだけど、なんか2体とも似た感触があったんだよね。すごく嫌な感じ。ああ、それは俺も思った。同じ匂いってのかな。うん、なんかこう同じ血が流れてるって感じ。生き物みたいで気持ち悪いな。そう、生き物みたいな。性能が良くなったっていうよりも成長してる感じ。ノー、だから気色悪いからやめろって。そうだな、こんなことしててもしょうがねえし。2号、次は？DW8、 砂漠のど真ん中。 DW8? つうか遠すぎだろ。それが兵隊さんの役目なんだよ。そうそう、早く行かないとどんどん成長しちゃうかもしれないよ。いやん、一人にしないで。例の件はどうなった？そうか、わかった。引き続き頼む。わー、黄色いな。そういう感想はどうかと思うな。ダメだ。
んかさ、DW8 の記憶があんまりないんだけど。暑かったからな。あれくらいの暑さで参ってちゃ、次は厳しいな。次は MZ573。 暑いっていうか、火山じゃん。ウォルス、どうなっちゃうのかな。な、期待してるよ。あんまり覚えてないんだからさ、意味ありげなこと言うなよ。いいじゃん別に、大したことじゃないよ。ボス、解析終わってる？終了処理を実行中。データを転送しました。ボス、俺なんか変なことしてたか？ウォルスは通常の 94% でした。わけわかんねえよ。いつもより 6% 面白かったってことだよ。ああ、まあいいや、ちゃっちゃと片付けて帰るか。データはほぼ予定通りです。では計画の変更はないと考えてよろしいのですね？若干早まることはあるかもしれません。しかし大幅な変更はないでしょう。早まるとは？我が軍には優秀な人材が多いということです。君に聞いておきたいのだが、この計画をどう思っているのかね。言葉の通りです。他意はありません。この計画をもって我々は絶対的な優位に立つ。このことの意味は分かっているね？認識しています。理解しているのかと聞いています。いいえ。部屋に戻りたまえ。処分は追って連絡する。はい。あーじー、エアコン壊れるっつーの。上参ります。あ、壊れた。エアコンより早かった。
やる。はしゃぎすぎな。吐くと大変なことになるからね。わかって。しばらくほっといてあげようよ。そうだな。ポス、さっきのデータちょうだい。転送中です。こいつ、だんだんテキパキしてきたな。うん。ポスのプロセッサーはね、軍事用としても最高レベルなんだよ。お前が作ったのか。うん。機密データとか見ながら。自分のハッキングするなよ。だってセキュリティ甘かったんだもん。あ、父さんには内緒だよ。分かったよ。つうかさ、大丈夫？なんとか。それはいいんだけどさ、俺のマシン燃料ないんだけど。あれ、僕のは大丈夫なんだけどな。チェックくらいしておけよ。ちゃんと入れといたはずなんだけどな。まあいいよ。結構無理してるし、ここら辺で一度戻ってマシンの整備しといた方がいいと思う。それもそうだな。じゃあ戻ろうか。まだ気持ち悪い。大丈夫？ほっとけよ。整備は？もうすぐ終わるって。お、そうだ。これさっき長官が来てさ、ミーゴにってなんかあったのか？何って？ミーゴを頼むって。なんだろう。それ VD だろ。ウォルスの端末で見てみな。うん、ちょっと貸してね。ああ、ああ、ちょっと待っ、うん、ああねえ。まあ気にすんなよ。ほら早く見ようぜ。ミーゴ、ロボットの調子はどうだ？ボス知ってたんだ。最初に断っておこう。私はもう長官ではない。今日付けで解雇された。解雇って？詳しく話している時間はないが、今から言うことをよく聞いてほしい。君たちが今までしてきたこと、つまり今回の指令だが、これは全て共和国の仕組んだことだったのだ。全てってじゃあ。データを帝国に流し、帝国に新兵器を開発させたのは共和国だ。そんな、何のために？進化する兵器の開発。この計画、プロジェクトノアの目的だ。進化。複数の個で形成されたネットワーク、それぞれが独自のプログラムで動作し、フィードバックされたデータでお互いのアルゴリズムに修正を加える。どういうことだ？全然わかんねえよ。ある兵器を破壊する。そうするとそのデータで別の兵器が改良される。それが繰り返されるうちに完璧な兵器が生まれるってことだと思う。帝国にデータを流し、それをこのプロジェクトのために作られた特殊部隊 SRS が破壊する。最終的な一機は共和国が持っている。そして共和国は世界を。その兵器が完成したら俺たちは用済みか？ふざけるな。落ち着け。このプロジェクトを止めることのできる立場にいながら、すまない。どうして？私の責任だ。どうしてもっと早く教えてくれなかったの？私は君たちの上官ではなくなり、この計画は間もなく完了する。しかしこの計画は阻止しなければならない。人類のために。私の最後の指令を聞いてくれ。父さん。 HR13.034 究極の兵器を破壊してほしい。長官。 SRS 所属ウォルス・ゴールドマン、了解。 SRS 所属ニーゴ・マクブライド、了解。 SRS 所属クライパー・スピアーズ、任務了解。HR13 のポイント034って何かあったか？聞いたことない。ポス、データ参照して。あ？ボスいねえぞ。整備の邪魔でもしてどかされたんだろ。しょうがないな。どこに何があるかは嫌でも分かった。
多分逃げられない。やるしかないってか。
やったかと思う。うん。いやボス2号ボスのこと本当に心当たりないのか。心当たり、うん。2号ロボットの調子はどうだ。父さん、父さんはポスのこと知ってた。あ？そうか、父さんは僕がデータを持ち出しているのを知っていたんだ。お仕置きが怖いのか。ううん、父さんは僕が持ち出すデータを最初から用意してたんだよ。なんで。兵器ポスはノアって呼んでたけど、ノアを破壊するために必要なプログラムを持たせるためだと思う。俺たちは利用されっぱなしってことだな。クライパーたくよ、おかげで帰るとこなくなっちまったじゃねえか。ほげ、マジかよ。しばらくは3人で逃亡者気分を満喫だな。みんな、あー、俺部屋に大切なもん置きっぱなしだぜ。恥ずかしい写真とかな。そう、違うって。ほら保険証とかさ。変な本とか。そうじゃなくて、免許とか紐とかな。そう、こうピロって。だから違うっつーの。お給料とかね。違う。あー違わねー、一文なしじゃねーかー笑えねえ。おーい。あ、いや元気か、ニーゴ。ダメだよ、ここではグレアムって名前なんだから。慣れなきゃオッケーだってな、クライパー。クライパー、俺はバーナードだ。だー、いいじゃねえか、クライパーで。なあ、ニーゴ。僕はニーゴじゃないようだ。でさ、言ってやったんだよ。はみ出てますよ。でさ。また変な話してる。まあいいけどさ。お、子供だから分かんないって言わねえのか。もう大人なんだよ。そっか、14だもんな。14って、いや俺もはみ出してたか。なわけねえだろ。あのさ、僕まだ13。あ、思い出したか。たく、気づくの遅えよ。おかげで俺の過去がバレる。本当に出してたのか。いや、ほらシャツとかさ、よくはみ出るじゃん。え？シャツの話じゃなかったの？違う、いや、そう、シャツだよ、もちろん。クライパー、あれ？あ、何？プレゼントってやつ。何これ？見た目は気にすんな。おはようございます。これ、どうしたの？ノアのデータを送ってきただろ。あの時一緒にバックアップを送ってきたんだよ。なんで教えてくれなかったの？性格悪いから決まってんだろ。まあな。もしかして、二人で作ったの？ああ、大変だったんだぜ。データがあるったってよ。俺らお前みてえの頭してねえからさ。どうやってこんなに小型化したの？だろう？小さいだろう。しかも、このサイズで写真も撮れるんだぜ。写真？カメラ？そんだけ？え？じゃあ自走機能もないの？え？まずい？持ち歩くの？あ、ほら、取ってとかつければさ。俺たちにできんのはここまでだ。あとはお前が。ボス、了解に。オッケー。いいか、